の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。どうも、ウエストランド井口です。河本です。はい、1週間ぶりでございます。こんばんは。まあ、1週間ぶりとは言いますが、はい、この通常配信は久しぶりですからね。2週、2週前は生配信やってで、先週は三拍子さんとのコラボだったんで、ああ、そうか、じゃあ3週間ぶりということになるんですかね。そうですね。見てください、このズタボロ感。忘れてましたね。M1 ファイナリストになってから初のズタボロでの放送。きったね。まあ、なんでここでやってなかったかっていうと、単純にこの屋敷がネットがつながってないんで、そうなんですよね。生配信とかできないんで、事務所の方からね、はい、やってたんですけど、まあ久しぶりなんですが、先週は三拍子さんとねコラボということでね、楽しく三拍子さんの方のチャンネルもぜひ見てくださいね。あ、そうですね、アーカイブ残ってるから。放送中に漫才もねやって面白かったし、すごいですよね、あの人たちって本当にね。だからその終わってから、なんか漫才やってで三八マイクがあったじゃないですか、ちゃんと、はいはいはい、別にタイタンのとかじゃなく、だから事務所にはないですからね、基本。これ何ですかって言ったら、いやいや自分たちのだよって。あの人たち漫才やりすぎて毎三八マイク持ってましたからね。これで一人前の漫才したのとか言って、違うんだよ、あれあるものだから、行ったところに。そうそう、自分で持つ、所持するもんじゃないから。 その場所にあるもん、ね、あの漫才用の三八マイクを自前で持ってますから、ね、あのいわゆるね、四角いやつ、ね、そうそう、マイクのとこがね、あれを自前で持ってますから。あれバカ高いんでしょ。高いです、三八マイクはね。なんかね、聞くところによると、はい、まあまあ、ネタもやっていただきましたしね、ぜひぜひそちらも見ていただけたらなというふうに思っております。はい、もう間もなくですよ、 M1 はね。そうですね、まあ、M1 の決勝決まってから、はい、まあ、いろんなところで、ね、こう取材していただいたりとか、うん、まあ、周りが喜んでくれるのが嬉しいですね。本当そうですね、うん、なんか実感なかったけど、井口がやっぱり各所でそういうふうに言うから、やっぱそうなんだなと思いましたね、うん、M1 の大会のデカさをこう痛感しますよね。そうそう、いろんなところでね、皆さん言ってくれるし、電車 の, あのモニターの CM でも見るしね、テレビの CM ももちろん見るし、はい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 、まあ、そういうのもあるし、行く先々でね、いろんな人がこう声かけてくれ て、まあ、タイタンライブもあったんで、うん、もちろん爆笑問題さんにも報告したし、そうですね、ゲストに来られたおぎやはぎさんも、ね、よかったねみたいなの言ってくれたりとか、結構がっつり喋らせてもらってね、なんか帰り際ね。ああ、そうそう、だお前はそうだから、あんま、まあ、僕の方には言ってなかったよ、関わりないけど、僕はそれなりに関わりあるから別に、僕はだって最初一人で挨拶行ったんですよ、おぎやはぎさんが入ってたから、うん、もうついでというかね、空いてたから、空いてて見えてたから、うんうん、おぎやはぎさん、まあ、ちょっともう行かなきゃと思って、おはようございます、よろしくお願いしますっつって、うん、あ、はい、よろしくお願いしますって、初めてだから分かってない、タイタンのなんかの若手、ああ、分かってないなと思う、今もすごい声小さい日だと。え、そう、多分何も喋ってないぐらいになってる可能性あるぞ。今日何も喋ってないよ。いやいやいや、だからじゃなくて、この放送上僕が一人でやってる感じになるから。あ、ほんま。いや、小さいから、それも。これも全然小さいから。めちゃくちゃ張っとるで、今。全然小さいよ。何にも聞こえてないよ、多分今のエピソードトークとか。ライブは開いたからね。ライブ、いやいや、開いてないし、それ時々言うけど、なんか言い訳したさすぎて、もう嘘つき出してんだよ、なんか。開いてもないし、別にライブも。開いてないよ。やったよ、昨日とか一昨日とかやってるから、別に。あ、昨日か、一昨日ぐらいに、一昨日ぐらいやってますから、それ全然。一昨日だもん。なんで一日、じゃあもう無理だよ、芸能活動。そんなやつは出してください、声はね。どうすね、まあまあ、それもこれももうちょい欲しい、もうちょい、もうちょい、もうちょい、こんなもん、まあ、それぐらい。ありがとうございます。すごかったぞ、そんなに。マジで、マジ無自覚、多分不快だったと思う、みんな。マジ無自覚。めちゃくちゃ小さいから、多分自分で思ってる以上。その笑い声も小さいわ、多分。いや、それだけうるさかったりするんだ、逆に。ああ、そういうこと。イラッとするんだ、あれ。あれで高崎さんイラッとするもん。顔見たら分かる。今日いないんですけどね、今日。そうそう、だから余計そのマイクとかね、ちゃんとやんないとダメですから、うん、あ、そうそう、おぎやはぎさんも、うん、僕はだからゴッドターン出させてもらったりとか、一人でね、よく出てましたからね。まあ、よくでもないけど、コンビじゃなく出してもらった時もあるし、うん、ラジオもね、うん、電話つないでこう出てたこともあるし、あ、だから結構僕は まあ、お世話になってるって言ったらあれですけど、うん、知ってくれてるんで。僕は本当に2回ぐらいですね。しかも多分認識してないし、ね、多分ね、誰も、うん、まあ、いや、そうでしょ。いや、慣れっこだよ、そんなの。ただ、言ったら僕らがね、この2012年ザ・漫才で、うん、まあ、認定漫才師、まあ、言ったら準決勝なっていけなくてから8年ぐらいこうかかってるわけじゃないですか、決勝行くまでね、うん、だからそういうの知ってくれてる人が結構たくさんいらっしゃるんで、うん、嬉しいですよね、そういう人たちが良かったなって言ってくれるのが。ね、
あの、まあ、錦鯉さんとかもちろん先輩ですけど、うん、結成は短いしこう、ね、ショーレースに関わりだした年数で言うとやっぱ そんなにじゃないですか。そうですね。だから今年のファイナリストだったら僕らがもちろん一番こうくすぶってたわけですから、なんかね、いけそうでって言われてね、うんうん、いけなかった。だからみんなが喜んでくれるのが本当に嬉しい、嬉しいんですけど、うん、まあ取材もこうたくさんしていただいて、ね、いろんなところに記事出てると思うんですけど、はい、どうですか、その未だに慣れてないよな取材。その慣れないね。そんなあの Q&A ができないんだよな、まあ、ちょっとはマシになってけどな、あの前よりは。そうね、前はあの1個ずれてたんだから質問と答えがあったね、それ1個遅れで前の質問に答えるっていう師匠のやつね。謎のやつあったけど、あったね、あれ何だったんだよマジで。綺麗にずれてた。どういうこと、1個前の質問に答えるね、答えるっていう変なのあったけど、今もうまだ全然、しかも今立ち悪いっていうか、うん、当たり前なんですけど、うん、まあこれまでも別に M1 に関わる取材って時々していただくことあるじゃないですか、うん、なんか単独ライブやるとか DVD 出すとか何でも、ね、うん、まあなんか聞かれて僕がわーって答えてっていうパターンですけど、うん、M1 関連は、うん、井口さんどうですかなと河本さんどうですかって絶対皆さん聞いてくるんですよ。いや聞いてくるんじゃない、聞いてくださってるんだよ。河本さんにもそう聞いてくださってんだよ。だから僕が最初に喋ってこう時間稼いでるわけじゃないけど、まあね、そういう用意しとけよってことでしょ、うん、でまあ向こうもまあ僕から聞くじゃないですか絶対、うん、でじゃあ河本さんはって言った後のなんかもう向こうのクソなんでこいつみたいな感じね。いやだからだんだん聞かれるようになる。後半振らなくなってくる。後半井口だけで終わる。で俺その時は用意しとったりするのよ、なんか あれって思う。いやもうそれは信頼がないから、うん、何一つ答えてくれないから言いたいから10分20分で信用失ってきますでも取材もありがたいこと本当に10個以上とかあるじゃないですか。今もうそうですね、受けましたね。だからもう言ってることも全然違うし、なんか、うん、固まってないのまだその今年決勝行かなかったら引退するつもりでしたみたいな、なんか一回も聞いたことねえやつが出てきたとか、なんか辞める気は全然ありませんっていう日もあるし、そう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 、もうめちゃくちゃなんだよ、もう辞めてくれ、もう辞める気はないのに辞めるって嘘ついて続けてたって言いたかったのに、うまく喋れないから、うまく喋れないからあの辞めるつもりでしたって言っちゃったり、でそれって結構衝撃のあれだから、そうそうそう、それがドーンとこう出たりしてね、うん、みんなが無駄に心配しちゃって、そうそうそう、あいつ辞める気だったんだみたいなやっといけてよかったって変な美談、嘘の美談みたいな、なってな、やめてくれよ、もうのくせ頑張ってねえだろみたいに なるだろ、そう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 、でどんどん嫌われてくんだろうなもう取材も慣れもないしな、もう取材はやっぱちょっとまとまんないっすね、なかなか。いやもうそろそろお願いしますよ、そういうのも慣れていかなきゃいけないし、まあ言ったらこれからねこう、うん、まあ、やっとスタート地点なわけですから、うん、まだ決勝ももちろんやってないし、うん、まあその結果どうあれ、うん、こっからじゃないですか、こっからだと思いますよ。本当になんか見てくれてる人とかがなんか井口が全然浮かれてなさすぎてなんか何なんだこいつみたいな人いるけど、うん、なんかやっぱ全然浮かれられないし、なんか全然楽しくないんだよな、その、うん、先のことを考えるともう不安で。わかるよ、うん、なんかその M1 の決勝はもちろんそうですけど、その後のこととかね、うん、決勝行けてないから売れてないんだっていう言い訳でなんとかなったけど、うん、もうそういうわけにはいかないわけですから、決勝に行っちゃったからもうその先のことを考えなきゃいけないわけですよね、うん、そうそう、ここでダメだったらもう本当に一生ダメなんじゃないかとかね、そういうのもありますから、うん、いや怖いよな、いや怖いよなっていうかお前だよ、もうその、うん、あるかな、その M1 決勝終わってすぐ解散したコンビとかいろいろ考えちゃいますからねこっちは、うん、だって、いや、えっていうか、あの、なんていうの、別に僕もあれですけど、まあ、時々こう街で声かけていただいたりとか、一人で番組、まあ、アメトークとかゴッドタンとか出させてもらったりもしてるし、あるけど、お前なんて誰からもこう今まで見られてなかったわけでしょ。そうですよ。それが嫌が多にも、まあ、M1 の決勝に出ればこうあるんかな。いや、ありますよ、それはあるし、だからこそいろいろ気をつけないと。そうね、もうお酒の失敗だなんて話せないですからね、スポンサーさんとかもいるから。そうか、うん、そうか、そうだよ、だからお前はすぐ終わると思うよ、このまま言ったらやらかしてね、だから気をつけてくださいね、それはマジで考えて喋るわ、喋んなもう、そっちの方がいいか変なことするからな、変なことするんすよ、あのボケてくれるならいいんだよまだ、うん、ボケじゃないんだよな、変なことなんだよ変なことをするしたり言ったりするんだよなやめてくださいね、変なことだけはね、ちょっとまあこっからまあ来週にはもう M1 終わってるわけですから、次回のムチラジではね、どういう報告になるか分かりませんけど、怖いね。ただその
M1 の密着とかもねついてくださるじゃないですか、うん、アナザーストーリー用のあるんね、あの、まあ、もちろん優勝しないとほとんど使われないと思うんですけど、うん、一応全員分撮ってるんですよ、あの、ね、もうね一人一人に。でこの間タイタンライブにも来られてて、うん、あの井口さんそのライブ後もちょっと密着させていただきますみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、まあ、例年なら、うん、じゃあ終わってみんなで打ち上げしたりとか、うん、高円寺とか阿佐ヶ谷戻ってきて芸人仲間と飲んでとか、そうですね、ありましたね、そういうのじゃないですか、うん、ただこのご時世でもちろん打ち上げもないし、うん、飲みにも行けないわけでしょ、うん、だから密着してくれるのはいいんですけど、うん、ただのおじさんの帰宅なんだよただおじさんが銀座から地下鉄に乗って荻窪に帰るだけの、まあまあの距離をねそうそうそれを密着してどうすんだっていう、いやだからかわいそうですよね、その取れ高がないからね、そのディレクターさんもね、まあね、それはだからいろんなとこ取ってっていう感じなんでしょうけど、まあしょうがないよね、それだそればっかり。で家も来てこう取るんですけど、うん、家まで行ったんだ、家も来るけど、うん、なんていうんですか、その今時まあ普通のアパートじゃないですか、ワンルームのね、ワンルームのフローリングの、うんうん、なんかあの面白貧乏アパートってビル君ぐらいでしょ、そんな住んでるのそうね、あの絵になる嘘みたいなアパート、嘘みたいなアパートね、だからそれもなんか共用廊下で、そうそうそう、そんなのあんまないじゃん今、靴2足ぐらいしか置けないそう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 、だからその辺もちょっと大変だとは思いますけど、マジで普通じゃもんな、そう考えたらね、うん、まあでもその辺何が使われるか、まあおそらく使われないと思います、使われないと思いますそれは。あともう一個ちょっとこれ、言ってなかったことがあって、うん、M1 準決勝の日に、うん、まあ、出番前にこう舞台袖にいて、うん、まあ、ちょっとこの幕を避けて、うん、お客さんの感じを僕がチラッと、あ、見れるからね、まあ、たまに見るんですけど、うん、今日どういう感じなんだよってチラッと 見たらもうびっくりですよ、だから下手側ですよね、そうね、下手側が下手上はけだからね、下手側でこうパッと見たら一番前、要はお客さんの最前列の一番下手側に上下真っ赤なスーツ、うん、あれと思って見たらあの岡山の相田さんが相田翔吾さんががっつり見てましたね、最前列で見てて、うん、相田さんだと思ってもうわけわかんないでしょ、だから一応伝えとかなきゃと思って、その M1 のそれってコンビでなんかとかなんかよくあるじゃないですか、その肩もんだりとか、うん、とかと思いきや相田さんいるってみたいな、そうだから一応だからよかった、あれ知らずに上がって見つけたら多分飛んどったネタ、だから上手からこう見える側だから、殺すとこだった相田さん恨みでやめろただそれ教えたでしょ、うん、で、あそうかっていうことになって、うん、まあ後に言ったらホテイソンのタケルとかにも、うん、相田さんいたぞっていう話になって、みんな多分岡山でゆかりあるから、うん、あの人顔広いし、そうねとか、まあ、みんなに伝えたりしてたんだけど、うん、こないだ、うん、ラランドの配信だかなんかの記事で見たんだけど、うん、まあ準決勝行ってきましたと、うん、まあ、残念ながらね敗退しちゃいましたけど、うん、会場に、うん、なんか謎の真っ赤な上下の人あれ何だったんだろうみたいな、正体不明の、正体不明のあれが漫才の神様なのかもしれないみたいな、違う違う、ただ岡山のおっさんだからさ、うん、頭がおかしいやっぱだから知っといてよかったんだよ僕ら、いやよかった、危なかったよ僕は、動揺するとこだった、あんな人いないんや M1 の会場に真っ赤な人っていうか疫病神だろ、ラランドそれ見て落ちたいやだからやっぱ岡山の人が今回いっぱい受かってるでしょ、うん、やっぱ相田さん知ってる人だけがこう、あそうか、うん、違和感なく見れたんじゃない、岡山の人にとってはもうそれね、天だから毎回女神、勝利の女神、なんで女にしたんだよ毎回来てもらった方がいい、そうね、みんな動揺するから決勝にだ、他の人を潰すために姑息すぎるよ、客席の最前列に置いてねそんな、まあチケットも取れないでしょうけどね、僕らは知っとるけやっぱりな、いやでも本当に相田さんにもまあ報告したいですけど、うん、もう一個岡山県知事からね、そう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 、激励の手紙と、きびだんご、ね、きびだんごいただきましたからね、うん、まあ、岡山を代表して頑張っていきましょう、はい、さあ、それではそろそろいきましょうかね、はい、それではそろそろいきましょう、ウエストランドのブチラジ、さあ今日のブチラジコーナーに行く前にですね、はい、こちらございます、来週のブチラジは特別企画を行います、なんで題してブチラジ大辞典、まあ、M1 後ですから来週はね、新たにブチラジを聞いてくれるようになった人もたくさんいるので、はい、ブチラジでよく登場する用語を使った企画を行います、それを見越してね、皆さんからブチラジによく登場する用語とその意味を辞書に載せる文章っぽく書いて送ってください、その単語を聞いて僕が正しい意味を回答できるか挑戦するクイズ企画です、
まあ、僕が答えるんですね。まあ分からん方がいいこともあるけどな。ちょっとじゃあサンプルがあるみたいなんで、はい、行きましょうか。じゃあお願いします。問題です、はい。津山市とは。それは分かるよ。だから岡山県の、まあ、県北にある市で、僕ら我々ウエストランド2人の地元ですよ。生まれ育った町ですね。うーん、不正解です。なんで正解で。地獄のこと。違うよ。風に吹かれて白骨化した頭蓋骨が転がる姿は一見の価値あり。違うよ、お前さっきの答聞いてたか。岡山県知事から手紙来てんだよ。こんなん言ってて許されるわけねえだろ。岡山県知事ですらもうちょっとね、手が付けられる。違う違う違う、なんでだよ。岡山県の中にあるんだから。あるけどね。あるけどじゃないんだよ。おかしいじゃねえか、そういうのなの。自治区。違う、本当の情報を知らないとみんな混乱するから。本当の、まあ、本当の情報じゃないですよ、皆さんね。気をつけてくださいね。怒られますよ。問題、修二とは。いや言いたくないけど、うちの僕の親父で、ただ単に、うん、僕の親父ですよ。親父、うん、で、どういうそのパーソナリティというかね。いやいや、だ婿養子、そんなこと別にいいだろ。言う必要ねえ、まあ、婿養子の親父でだから、うん、まあまあまあ半分正解ですね。井口の父だが実態を見た者はおらず、津山市では伝説の生き物とされている、通称漆黒の闇。だから勝手に誰か言い出しただけで、そんなことないから。漆黒の闇は俺も言ってないよ。そうそう、誰かが勝手にメールで送ってきただけだよ。半透明っていうだけね。じゃあ半透明じゃないし、見たことあるから、みんな別に。ないんだよ、それは。本当にないもん。いや、あるよ。テレビでは見たけどない。違う、こんな企画やったらもうめちゃくちゃになるから。これついてこれるわけねえよ。なので、まあまあ皆さん、ちゃんとね、送ってきてくださいね。無茶するなよ、あんまり。ブチラジで登場する用語とその意味を辞書に載せる文章っぽく書いて送ってきてください。あんまり無茶するなよ。無茶とかないから、マジで。ということで、投稿は動画の詳細欄の URL からフォームに入力してください。以上、特別企画ブチラジ大辞典、のお知らせでした。さあ、ではコーナー行きましょうか。はい、河本太志の保護観察。ライブでの河本変な言動や行動を送ってもらうコーナーです。やっぱこれを M1 前にやっとかなきゃね、ちょっと今しめも込めて。そうですね、うん、それでちゃんと生産してこう決勝に臨みたいです、ね。決勝はね、もう喋らないようにしなきゃいけないんでね。本当に。ブチラジネーム、世界のみんなきっと友達。はい、 M1 グランプリファイナリスト発表会見にて。ああ、もうええわ。ウエストランドさんのインタビュー中、一通り場を荒らした後、追い打ちをかけるように河本さんが最後の一礼と同時に頭から手を生やしていました。片手であればマイルドフラッシュかなと思いましたが、両手です。あれは何なんですか。あれか。キリンの川島さんにも言われてましたが、本当に決勝当日はお笑い早さましをしないでくださいね、ということです。これは何ですか。ダブルマイルドフラッシュ。そんなんねえよ。そんなんないから。なんで三浦マイルドさんの一発ギャグマイルドフラッシュをお前が進化させてるんだよ。あれはダブルマイルドフラッシュだから。その本当にこれね、厄介シリーズの1個で、うん、そのマイルドフラッシュとかガッテンとか、うん、なんていうの、そのレスキューとかね、レスキューとか、うん、まあその説明ができないじゃん。その僕もそう思っても突っ込んだら僕もしょうもないし、うん、そのガッテンやんなとか言えないじゃないですか。ガッテンがまあその分かんないですしね。そうそうそう、いや何にしてもそうなの。レスキューですら意味分かんないし、そのいそこの時言う意味がね、うん、そうそう、うん、だから絶対やらないでくださいね。絶対にやりません。何にも喋んないでください、決勝当日は。もうすでになんか平場弱いなとか、あのせいで言われるのも最悪ですから、ね、最悪です。もうあれだけは本当消してほしい。いや、あれだけ残ってますからね、本当に。本当に、いや、あれは本当に、これから本当にそうなるぞと思っとかなきゃダメなんだよ。そうね、全部が残ると思って。今までは誰もお前には注目しなかったけど、どうしてもやっぱ映るわけですから。そうですね、もう仕方ないが、うん、ダブルはやめときます。いや、いいよ、片手もやめろ。三浦マイルドさんにその恩恵、お世話にもなってないし、別に好きなの。いや、いいけどさ、腹ちぎれるぐらい笑うんだよ、俺。いや、僕の方がまだ近いですかね。まあね、よく一緒になってましたからね。もうやめてくれよ。なんでもないんだから。やめるわ。やめてくださいね。競り上がりの時ガッテンはダメです。もうやめてください、絶対。わけわかんない、もう絶対点が下がるんで。絶対やめるな。本当にその殺す可能性あるもんな。そのなんか全部が台無しになりますからね、みんな。僕が殺さずとも誰かに殺されるんじゃない。あの競り上がりの時に一個考えとるのが、うん、あのウィーンって上がってくって顔だけ出るわ、うん、その時にこう同時にこうしゃがむよ、こう
いやいやいやか自分だけ上がってきてないように見えるっていう。いや無理ですよ、いいよ、ダメダメダメ、もう何にもするの。あと競り上がりの時思いっきりしゃがんどいて、ほんまに井口が一人で出てきたみたいに、多分マジでスタッフさんにブチ切れられると思うんですよ。やめますM1 自体を怪我さないでください、はい、もう多分何人か怒ってると思うから、ね、M1 スタッフさんも。いや怒ってると思います。何のやつ受かるんだよみたいな、ヘラヘラしてね、ヘラヘラして感動の場面で、あれ、ああいうのってそのディレクターさん割とシリアスな顔撮りたがるじゃないですか。まあそれはみんなちゃんとやってますしね。僕どこ誰もカメラこの今回だけな。それはそうでしょ、誰か分かんないし、あと、まあ、あと知らんし、そう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 映したところで誰かが分かんない、決勝行ったやつかどうかも分からんおい、いや本当に本当に本当か、本当です、まだあります、はい、ブチラジネームチョメ軍抜群さんの抜群さんの罰をちょめちょめクラブ風にしたんですね。ちょめ軍腹立つなこれ、ちょめ軍一番腹立つわ。抜群って書いてかっこちょめ軍って書いてますねちょめちょめの言い方ね腹立つなこれ、タイタンライブで井口さんが爆笑問題さんに M1 の意気込みを語っている時、河本さんは下唇の皮を歯で剥いで食べていましたもうこういうのが本当にやめてくださいね。またなんかやっぱ結構ありましたよ、やっぱフラフラしたりとか、うん、ビシッともう見てくださいね、カットカントな、もういつもこうなんか気になるからダセージオートマティックみたいになってたの。いやそんな面白くもなってないよ、宇多田ヒカルほどもなってないよ、なんでなかった、うん、もうただなんかダセーふにゃふにゃしとった、ふにゃふにゃするからな。いやもう最近冬でね、乾燥でこう唇の皮が剥がれてくるから、もうそんなのダメです、リップを塗りたくっといてくださいねお願いしますよ。顔中に塗ってるブチラジネームアントワネットザワオ、あー出た、来ましたね、先日のライブ中の出来事です。換気のために開けっぱなしにされていた楽屋の入り口あたりに立っていると、楽屋の外で河本さんがタップダンスをしているのが見えました楽屋の外です、一人ですなんでタップダンスをしているのか聞いたところ、暇じゃけとのことでした。続けて習いたいんじゃんタップダンスと言ってました。それは好きにしてください来てますね、これは暇だったからね、うん、なんかそうだな、話すやつもいないし、まあ優しいですよね、注目してください、優しいよ、ザワはいつも僕のこと見てくれるけどな、うん、もう誰も見てねえもんな、うん、誰も見てないけん普段はなんでね、ザワをのみ、保護観察という名のこれ温かい、優しいよしい、こいつは本当に優しい。ただ気をつけてくださいね、本当にその M1 含めその後のね、これからの活動、そうですね、もうみんなを背負ってると思ってね、やってくださいよ、タイタンを背負ってますからね、そうそう、本当にそのね、え意外とこういうこと言っちゃダメとか、いろんな複雑なことありますから、うん、俺らでも考えつかんようなことをね、いっぱいあるわけでしょ、うん、俺らっていうか俺でもね俺でもっていうかお前がっておかしいよ、なんでお前がすごい感じの言い方してんだよ、うん、こんな俺でもみたいに言ってるけど、いやいや本当にいやたくさん考えた、いっぱいなんか、うん、あシミュレーションしたよ、そうそう、でもそれはしといてください、うん、あの M1 の競り上がってそれこそマイクまで行くまでもそうだし、そうそう、その雰囲気とか、うん、まあその後のこととかね、うん、全部こう考えて、そうね、やってくださいね、なんかリュック背負って行こうかとかいろいろ考えたけど、うん、全部あのダメなことになった、いやいやそうそうです、だからやめるわ、普通にやってくださいね、うん、普通にやるわお願いしますよ、以上河本太のご観察でした。リュック弱えだろほんで、もうだとしても弱えよ、うん、そうし、どんどんそのネタがつまんなくなるからね、そんなことされたら邪魔だけはするんだよな、邪魔なんだよな、だからもう普通のになることが近道なんだよ、もうなんか そうだと思ったやっぱりこられると思ったけど、養成所1年目みたいな思想なんだよ、お前はなんか変なことしてやろうみたいな、うん、もう違うんだよ、そうね、お前はもう普通の人間、優しき心優しき好青年でいいんだよ、そうなんだよな、そうしないと僕がもうというかウエストランドがつまんないから、そうなんだよね、うん、お前のそのなんか、うん、やつなんていいんだよ、そのいつか来るからそれは、うん、今なんかあの普通でいい目立とうとすんな絶対に、そう分かったよそれが、うん、ようやく分かった、うん、なんか僕が頑張って、うん、やっとつかんだ場でお前が目立とうとして、むちゃくちゃというか変なことして変なことしてでなんか台無しを繰り返してきたから、うん、まずやっぱ行くから僕がごめんな、もう許しはしない、新生ウエストランドで行こうだから頼む本当にもう、頑張ってくれ、ちゃんと仕事もできます、うん、家族も大事にしてますで、幸せです、そう幸せですでいいんだから、酒も一滴も飲みません、
そうそう、まあそれも嘘すぎてもなんですけど、タバコも吸いません。いやいや、お酒は浮気もしません。だからもうギャンブルもしません。いや、そのお酒は美味しくいただいてます、ね、ああそうね、その辺からもう遅刻もしませんね。そうそう、それでいいんですから、お酒は美味しくいただいてますと言ってくださいね。気をつけてくださいよ、うん、これだけ言っといてもだからな。じゃあ当日も言ってくれ。当日も言ってくれ。あの時のこと忘れてないから。もう紙に起こしとこうか。その入れ墨で掘ろう。忘れないように。ここじゃけあんま見えんの、ね。肩口に。肩口じゃけね。あんまり見えん。どうでもいいよそんなのは。くだらねえな。続いてはそんなことあります？はい。そんなことありますというそのような本当の話を送ってきてもらってます。はい。行きましょうか。ブチラジネーム。マイケル富岡製紙工場だったなこいつも。 NHK 総合ファミリーヒストリー田中裕二編を視聴しました。あ、はいはいはい、信じてもらえないかもしれないのですが、自らの、父母の生い立ちを追ったビデオの上映中、ワイプの田中さんの眼球が完全なるビー玉になっていました。あ、そんなことあります？あります、あります。これはありますね。あります、全然あります、はい、基本になります。あります、うん。ブチラジネーム挟まれ注意のカニのシール、はい、実家が道を挟んで斜め前に引っ越しました。そんなことあります？どういうこと、どういうことなんだろうな。そこの敷地も自分の持ちのもんだったのか。田舎ならまあなくはない。いや、都会の方があるか。いやー、そんなのある？田舎はないよな、そんなんな。嫌だよな、ちょっとだけ住所変わるのに。めんどくせえもんな。本籍地変えねえけど。ブチラジネーム絶凛太郎、漫画太郎的に書いてますよね。ドン口さん、河本さん、こんばんは、はい、井口ね、はい。先日寿司屋に行った時の話です。その寿司屋は回転寿司もありますが、欲しいネタを言えば握ってくれてテーブルに持ってきてくれるという寿司屋です。あるね。誰かがヒラメを頼んだようで、店員さんがヒラメお待ちのお客様と呼びかけていましたが、誰も名乗り出ませんでした。店員さんはしばらく呼びかけていましたが全く名乗り出ず、ついにその店員さんはわけわかんねんと叫んで、回ってるところにそっとヒラメを戻していました。そんなことあります？何なんだろうな、いらんようになったからか、忘れたか。あ、まあ忘れるんか。たまになんかあるけど、それはもう迷惑ですよね。まあでもこれ別に流す分にはいいですもんね。流すんけ、うん、ええんだろ。ブチダリネームセバタリアン、某動画配信のサービスでドラゴンボールを見たら、動画の分類がセクシャルと暴力でした。あ、そんなことあります？あるある、俺もあったそれ。でもまあそうなるんだろうな。ドラえもんもそうだったもん。嘘。娘と見よったら、うん、暴力セクシャル。まあジャイアンが担ってる。ジャイアンと静香ちゃんが担って。多分。ドラえもんとのび太に注目してやれもうちょっと。そうだったそうだった。俺もそれ話そうと思ったんだけど、まあね、忘れとったわ。うん、よかったな、そのやっぱ忘れるもんな、そんなの。よかったよかった。エピソードトークなんか全部忘れるんですよ。全部忘れる。入れ墨で掘っといたら、エピソードトーク。あ、そうですね、肩口に掘っとこう。あんまり見にくる。こうやって見にゃいけない。何が面白いんだよこれ。以上そんなことありますのコーナーでした。さあ、エンディングいきましょうか。はい。ブチラジは YouTube と Podcast と audiobook.jp の企業大プランで配信しています。 YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります。はい。全てのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー、T シャツ、手ぬぐいを希望する方は住所氏名忘れずに書いてください。お願いします。そしてですね、はい、登録者数1万人を超えたので、ブチラジの公式グッズショップシャレ神戸の商品が、YouTube 上の画面に並ぶようになりました。おー、すごい。これすごいですね。そういう特典があるんですね。そうそう、結構ね、 YouTube って何人超えたらこれできるとかあるじゃん。あるあるある。それで1万人超えてできることが増えたみたいなんで、ぜひぜひショップシャレ神戸ステッカーも追加になりました。販売新商品としてある。あ、分かったね。やっぱステッカーが届かないという、やっぱみんなのしょうがないですけど、まあご時世的にね。そうなんだよ、ちょっと待ってくださいね。結構すごいことだからな、ステッカー送ってることが、うん、無償ですからね。読んだ人全員に、一回それを思い出せよお前ら、うん、その富山さんが送ってんすからね、しかも。そうそう、すごいことなんだから。羽ばたいたらもう送らない。送れようになる。もちろん送りませんから、ね、送れようになるけんな、うん、そうそう、そうなるんで、ちょっとあの送れるのは待ってください。ただ買えるようにもなったので、ぜひぜひ買ってくださいね。買いもしてください。で、なんか服も増えたり、冬物も出たりとか、本当に可愛いデザイン。アディダスとユニクロとコラボした人のデザインなんでね。すごいことですよね。どの芸人のデザインよりすごいおしゃれなやつがありますので、うん、ぜひぜひ見てください。お願いします。と、新企画や特別企画のね、はい、ぜひぜひ送ってきてください。お願いします。来週。さあ、もう来週というか今週の日曜日、
M1 グランプリですが、いやー怖い、まあ、ぜひ敗者復活戦の方から見てね、 Q も出てますね、 Q さんね、はい、タイタンから2組いけたらすごいですし、視聴者投票してくださいよ、そうですね、ぜひぜひそれは、うん、あると思いますね、そう本当にね、そして6時半から、はい、決勝始まりますんでね、はい、こんなとこのやつが出ると思えるか、こっから行くんですよ、こっからねこのズタボロの屋敷からせり上がってきますんでね、そうですそうですこの紙と一緒にねなんでね僕が持っていくかなんでだから何がしたいんだよわけわかんないから噛んでな、あの装置にこれが噛んでな詰まってなんで誰も止めねえんだよ、それまでこんなでけえもん持ってくのまあその辺もね、はい、まあ皆さん気楽に応援していただけたらなというふうに思います、はい、来週には結果が出て、ここでやってると思いますので、どうなってるかね、どうなってるか楽しみにしておいてください、ちなみにゲラステがね終わりました、そうなんですよ、唯一じゃないファイナリストになって仕事減ったやつ、史上初、いやほんまショックじゃわ、まあまあまたそれもどっかでやるかもしれませんのでね、まあブチラジはとりあえず続きますのでね、皆さんチャンネル登録してないという方はチャンネル登録もよろしくお願いします、ブチラジよりおもろかったまあまあなちょっとゲラステをまた できるように、全員ファイナリストになったのにな、ゲラステすごいよ、しかも全種類のな、そうそうそう、全種類というか、まあ、それぞれ違う種類、それぞれ、ね、ルシファーさんと池田さんとやってるやつもあるし、ルシファーさんの漫画も発売になりました、そうかなんでそんな告知しなきゃいけないの最後に皆さん M1 ね、ぜひよろしくお願いしま す、ということでウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週、さよなら、ありがとうございました、ひがみ人の幸せって憎いじゃないですか、妬み、ひがみ。